同級生とかね、優しいってこと？何それ、海くんとさ、大輝のさ、確執の話になったやん。一平だ、大輝のやってるイエーイ。この前あんたのホームタウン、246ですか、263 264は264、246はあれです、国道です、すいません、はい、鶴見鶴見行かしてもらいましたけど、はい、もう素敵な街で、はい、でもちょっとエピソードがなんか走ってるとか、はい、なんか綺麗なエピソードしかなかったんで、あ、もうちょっとやっぱりいろいろ聞きたいなということで、あるかな。じゃ今回大輝さんのお友達、地元の前面にお電話つなぎまして、はい、大輝思い出のエピソードをちょっと話してもらおうかなと思っております。もうちょっとねこちらの方で、はい、スタンバイして、ちょっとオンライン飲み会みたいになってますんで、はい、じゃあ皆さんの声をつなげてみますね、はい、やってる。ちょっとね、今日はね、3名ゲスト、3名ゲストいますんで、やってる、やってる。うるさいメンバーです。うるさいですね、はい、いや、この前鶴見行ったんですよ、我々三津湯公園と、あと大輝の福屋、ね、福屋行って、なんかまあ、いい街並みだな、いいなって、なんかいいところしかやっぱ見てなかったんで、なんか大輝の思い出というか、なんか中学校のね話とかをね、かたくなにあんまり しない。いやいやいや、なかったんだよ。ないの、その大輝のやっぱそういうイメージってみんなの中のなんかこう、どうなの。俺のイメージはだってさ、大人になってからしか会ってないけどさ、多分違うの。キックだそれ、みんなライト一緒。大輝のイメージは何なの。キック。え、でも同級生とかね、優しいってこと？大輝は。いや、全然優しくないんじゃないかあれ、今なんか、なんか聞いたことあるのさ、なんか校舎の上から下の先輩に喧嘩売ってる話とか聞いた。ないないない、それなんか一個上とあんま仲良くなくてね。普通逆じゃない？先輩が上来いよ、分かるけども、後輩が上に来いよってめちゃめちゃ偉そうやろ、マジ。あのさ、写真をね、ちょっと見せてもらったんですよ。ほうほう、昔の中学校時代のみんなの、はいはい、ちょっとさ、大輝だけさ、ヤンキーじゃない？でもなんか、うん、俺、その、まあ、りょうたっていうのがいるんだけど、りょうたの思い出は、うん、なんか昔から仲良かったんだけど、中学の時代の時に、うん、なんか外で遊ぶっていう感じじゃなかったの。あ、俺、そういう中学校の、そう、中学校の、その学校ながら仲いいんだけど、うんうん、そう、別に外で約束して遊ぶかっていう、ちょっとグループが違ったんだよね。はいはい、で、で、まあ、ちょっとそう、あって、なんか、その、まあ、俺もおちゃらけてて、うん、でも、おちゃらけてるんだけど、真面目なの、シーンは。うんうん、だから、まあ、あの、授業もちゃんと出るし、うん、で、もうみんなが、その、うん、受験勉強中だよね、うん、で、すげえ真剣な時に、で、りょうたもすごい真剣な時だった、うん、で、俺はいつも通りこう絡んでて、うん、で、まあこう遊んでたね、うん、で、授業中に遊んでたみたいな、うん、で、行った瞬間にりょうたが、てかさ、大輝さ、お前ヤンキーになったら学校来んなよ。面白い。待って、りょうた、俺ヤンキーだと思ってたのと思って。え、その後、でも大輝はほら、中学行って、そこからもう格闘技ばっかになるわけよ。でもみんなとも遊ぶ。学校行って、高校行ってないもんね。一時期にみんなと遊んでなかったよね。高校の時は俺は全然遊んでない。あ、そうなんや。こんなに仲いいのにみんな。うん。俺も高校受験の話はしたの、バット俺から。え？何ですか、高校。何だっけ？何ですか、高校受験の話。一芸入試っていうのがあって。うん。で、その一芸で、バットを折るっていうのを披露して。うん。いや、それ悲しいね、確かに。いや、でもいいじゃん、それで今はさ、こうやって立派に、まあ、ね、逆転で、逆転よ、落ち込むなよ。いやいや、で、これは面白い話があって、そのフミもいるし、その元気ってやつもいるから、うん、で、結構友達が行ってたのよ、その学校に、うん、で、行ってたから、その文化祭とかよく行ってたのね、うん、毎年行ってたもん、うん、え、行ってたわ。それどういうこと？もう高校、落ちた高校の文化祭に行ってた。あ、そうだよ。で、行ってたら、うん、あの、その学校の先生から、うん、いや、よかったよ、面接って言ってきてんのよ。え？
これマジだからね。てか、まずさ、覚えてんのかいって感じだったの。え、なんそれ。あ、宮城くんみたいな。で、何人からか、いや、面接良かったよって言ってくれたら、いや、こっち落ちてんだよと思って。いじってんだよ、だからその。うざっ！いや、その、この頃の一元入試でバット折った生徒いたんですよ。聞きました、あの、バット折りの宮城でしょっていうのがみんなあるから、もういたら言いたかったんだ。うざっ。いじられてんじゃん。確かにね。まあでも変わらないですよ、じゃあ。愛されてますね、皆さんに。いや、本当ですか？はい。あなたは。愛さない時期もあり、愛さない時期もあるよね。何いいのよ今まとめてんのよふみちゃん今俺は YouTube として逆説いらないのよおもろいけどいやじゃあ今それでよかったねで終わりでいいじゃん今のでふみが結構友達歴では言うと一番長いの、うん、長いんだこの中ではそう、はい、じゃあまあじゃあ一番この長いふみくんがから見て大輝になんかちょっと一言欲しいっすわその今のとこ、まあ、何でもいいですよって言われるとなんかあんまないかな。ないかい。敵対視がすごい。ああ、ライバルみたいな感じなんだ。だからさっきからそうじゃん。高校受かった時も、なんか大輝が落ちて、俺だけ受かって、よっしゃ、こっからモテると思って。いや、大輝は、そう、大輝のことかっこいいと思ったので、嫌い。いやもうちょっと待って違う感じになってきとうやそのふみくんとさ大輝のさ確執の話になっとうや大輝のエピソードじゃなくて確執じゃない確執いやでも絶対ライバル人だけやるやめっちゃおもろいけどでもみんないや確かに俺なんかみんな見ようと思うけど割と俺らの地元とかやったら誰かが上にポンとおってまあ並列やけどちょっとそいつをリーダーとして周りがおるみたいなちょっとピラミッドあるみたいな友人関係けどみんな結構こうフラットやね大輝の地元というかいいですねもっとけなしてあげてくださいそれでは皆さんありがとうございますわかりました、はい、ありがとうございますありがとうございますちょっといいですかじゃあちょっと一回事情聴取、はい、ということでしたけど皆さんありがとうございますありがとうありがとうございますということでちょっとみんなと話しましたけどまず、分かったこと、はい、あなたも全然そのあれですね愛されてましたね、皆さん。本当ですか？はい。まあ嬉しいですけどね。はい、あと、友達をみんな、アホってことが分かりました。まあアホです。いい友達じゃないですか、だって。あ、本当ですか？はい。あなたは変わらず。変わらず。はい、大輝でした。もうこれからもちょっとよろしくお願いします。はい。はい、皆さんとまた実際会ってね、飲めたりしたらいいですね、はい。そうですね。はい。ぜひね。今日は皆さんありがとうございました。はい。ありがとうございます。はい、ということで、この動画が面白いと思ったのか。これね、これ面白いの？これ俺は面白いと思うよ。全然。わかんないけど、だって俺客観的に今日ほら、視聴者や。ああ。けどめっちゃ面白かった。やっぱ大輝の素の感じが、やっぱいいというか、あいいですよ、YouTube っぽくて。ああ、本当です。ナチュラル大輝お送りできたんじゃないでしょうか。ということで、はい、はい、この動画面白いと思った方は、はい、いいねと、チャンネル登録の方、よろしくお願いします。じゃあねー。バイバイ。バイバーイ。